はい、ということでニュースになってますね。 3.5 メートルのアミメニシキヘビが、横浜市のアパートから逃げ出し、まだ見つかってないということですね。いやー、大変なことになりましたね。 3.5 メートル、アミメニシキヘビ。アミメニシキヘビはね、あの最大全長10メーター近く、になる、本当に世界最大級の、大蛇ですけど、20代男性ですか。まあ、許可はね、この、アミメニシキヘビっていうヘビは特定動物という、種類になりまして、許可をね、得て、飼育をしないといけないっていうところで、まあ、許可自体はしっかりとね、取得して飼育されたみたいなんですけど、部屋の窓が開いてて逃げ出したっていうことで、まあ、毒はないんですけど、締め付ける力が非常にこう強いので、 3.5 メートルって言ったら大きな大人の人、力がめちゃめちゃある大人の人、ボブサップさんとかですら多分首に巻かれて、締め付けられたら多分もう一人ではね解けないようなパワーを持ってるので、本当に横浜市でね、まあ、逃げてしまったところのこう近くに住んでいる方は、見つけても、決してねこう 手を出さないように、していただきたいなと思いますね。でやっぱこう脱走ニュースが出ましたけど、これからねまた暖かく、なってきて、これからねこういったニュース、毎年なんですけどね、毎年もう暖かくなってきた時期に、まあ、大きい1メートルのトカゲが逃げましたとか、ベランダに、ベランダ網戸に、去年だとね網戸にこうオオトカゲがこうなんだろう、くっついてるのがニュースになってましたけどね。1メートルのオオトカゲだった、なんだったかな、ザラクビオオトカゲだかなんかね、まあ脱走してましたけどもね、これから目にする機会ってやっぱりね、どうしてもね増えてくると思います。暖かくなる時期っていうのは毎年のことなんですよ。で毎年誰かしら逃がしちゃってるっていうことなんですよね。でやっぱりこれ原因っていうのは、爬虫類をね甘く見てる人が多いなっていうのは思いますね。まあ僕含め、僕も部屋の中でですけどね、脱走されたことって、まあ動画でも上げたことありますけど、天君の部屋で昔ね一緒に飼ってたケニーちゃんっていうね、お借りしてたケニーちゃんが、ケージぶっ壊して脱出してるっていうことを何回かこうあって、動画にもしたことあると思うんですけど、本当に予想してる以上のパワーをね、あったかくなってくると、なんかこう普段見せないパワーっていうのをこう見せたりするので、ジャンプ力だったりね、破壊する能力、だったりっていうのをこうあったかくなると、なんかねこう爬虫類めちゃめちゃすごくなるっていう時期なので、本当にねこれからまあ爬虫類飼い始めましたよっていう方とか、特にね注意していただきたいなと思います。まあでもね、こういったニュースになる、あと何だろう、逃がしてしまうっていう方、大体こうちょっと慣れてきた人っていうのがやっぱりねこう多いんじゃないかなと僕思ってて、油断っていうところがね、慣れてきたことによって、生じて、脱走されてしまうっていうことが多分あると思うんで、これからの時期やっぱりね暑いので、部屋もね暑くなって換気とかするだろうし、あと別のね、普段飼ってるケージではなくて別のケースに入れたりして日光浴とかねさせる方とかいらっしゃると思うんですけど、まあ僕もねイグアナさんとかは、日光浴ね夏になったらさせてたりするんですけども、本当にね脱走っていうところは本当に、気をつけて、いただきたいなと思います。僕含めてですね、本当にこういった事件が、あって、まあねあってからで遅いんですけども、こういったことをがあったっていうことで、まあもっともっとね自分のことだと思って、特定動物ですからね、今回の、逃げたヘビに関してはアミメニシキヘビという特定動物なので、本当に、ね、一度でも、絶対に逃がしてはいけない、種類なので、まあ特定動物に限らずですけどもね、本当に、逃がさないように、またね、皆さんね、飼育者の方はもうみんなね気を引き締めて、これからの暖かくなる時期ですね、管理の方を、
気をつけていきましょうということで、脱走についてね、考えてみるということで撮ってみましたけど、もう一度ね、皆さんもちょっとね、確認してみてください。ご視聴ありがとうございました。